はい、皆さんこんにちは、203です。今回は STI レバーをつけていきたいと思います。こちらが STI レバーになるんですけども、ハンドルのところにこういう形でつけていきます。はい、STI レバーなんですけども、つけるにあたってまずこのブラケットカバーをめくってください。こういう形ですね。こうやってやっていくとここにネジが出てきますね。このネジを回して、この輪っかを緩めたり締めたりします。この輪っかをこのハンドルにこう通していく作業になります。はい、で今ちょっとこの輪っかがですね、ちょっと締まった状態になってますんで、これを 5mm の六角レンチで少し緩めます。はい、今ですねこの輪っかを少しネジで緩めました。でこれでハンドルの方につけていきたいと思います。はい、こういう形で、まあつける位置は好みによって違ってくるんですけども、左右を合わせるような形で、まあ、目印になるような付け方、例えばなんですけども、ここのここにハンドル側に線がついてますんで、それに合わせるとかっていうことで、なんかこう目安を作るといいと思います。まあ、基本的にはこれまっすぐまっすぐというか、まあ、上から見た方がいいんですけども、この向きが外向いたり内向いたりしすぎないような形で締めていきます。はい、でこの 5mm の六角レンチなんですけども、トルクの締め付け指定が6から8ニュートンメーターになってますんで、まあ、位置がちゃんと決まってからそちらで、しっかり締めてください。ちょっと今、位置が完全に合わせてないんで、とりあえずの仮止めでいきます。で六角レンチなんですけども、先が丸いこのボールポイントのタイプの方が使いやすいです。まっすぐこれ差し込めない時があるんで、ボールポイントだと多少斜めでも回すことができるんで、ここがボールポイントだと、やりやすいですね。こちらあのスーパービーってアマゾンで売ってるんですけど、こちらの T 字のやつがなかなかあの回しやすくて長くて先がボールポイントになってるってことで使いやすいです。じゃあ今から、ブレーキケーブルを入れていきたいと思います。レバーを引っ張った時のこちらの穴に、ブレーキケーブルを差し込んでいきます。付属のブレーキケーブルですと長さが2種類あります。フロントブレーキ用とリアブレーキ用で、フロントブレーキの方が、右ブレーキ前の方につくんで、短いものになってます。で今左のレバーなんで、左ブレーキは後ろのブレーキなんで、長い方のケーブルを入れていくことになります。でこちらの、この太鼓と呼ばれるここの留め金が先ほどのここの穴のところで引っかかって、抜けないようというか引っ張るような機構になってます。でブレーキインナーケーブルとアウターケーブル、これセットで入ってますんで、これの長い方を差し込んでいきます。はい、こちらですね、こちらに差し込んでいきます。そうするとですね、今ここからケーブルが出てきてます。なんでズン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 こう入れていくと、ケーブルがズンズン奥に入っていきます。これ全部入れていきます。はい、こういう形ですね。ここですね、ここにこう入る形で、これをレバーを引くとケーブルが引っ張られるようになってます。
じゃあ次はアウターケーブルを差し込んでいきたいと思います。注意点としては説明書に書いてあるんですけども、このインナーケーブルにグリスなどの潤滑剤をつけないでくださいって書いてあります。結構何でもあのグリスつける人いるんですけども、あの説明書には、まあ、あのケーブル類にはあのグリスはつけないようにっていうふうに書いてありますんで気をつけてください。ブレーキインナーケーブルをアウターケーブルに入れて通していきます。結構長いですね。はい、でですね、ここにアウターケーブルの溝がありますんで、これをこれに沿って一番奥まで差し込んでいきます。はい、今スッと一番奥まで入りました。こういう形で、ブレーキアウターケーブルが差し込まれました。あとはこちらあのアウターケーブルは、ハンドルに沿わせて、ビニールテープとかで仮止めする形になります。シフトインナーケーブルを通していくんですけど、どこに通すかというとですね、実はここの奥にまだ隠れてます。なのでブラケットカバーをさらに引っ張っていきますとですね、まずあのシフトのインナーケーブルを通す前にこの解除ボタンっていうのをこういうふうに、10回以上押し込んでくださいって説明書に書いてあります。右のシフトの場合ですと、リアのリレラをトップに入れるような形で、これをとにかく10回以上押すような形ですね。だからこれが例えばこうなったとしたら、とにかくこれを10回以上してトップに入っている状態まで持っていくのが、事前にする作業となります。今ちょっと動いたと思うんですけど、ここの穴がぴったり合うように、とにかくこのボタンを何回も押して、入れる状態にしてください。次にこちらのこの透明の部品を外します。こういう形ですね。これで外れました。で、ケーブルを向こうの穴から通すとここに出てきますんで、でここに這わせるような形で通していきます。で先に説明しておくと、ここから出てきたケーブルはショートノーズキャップというのが付属してます。ちょっと突起があるのが分かると思うんですけど、ここの突起をですね、ここの溝に沿わせる形でこういう形になります。ここにケーブルを、ここから出てきたケーブルをここのちっちゃい穴に通して、でなおかつここにセットするという形になります。ちょっとやってみましょうか。とここですね、ここに奥ちょっと白く穴が見えると思うんですが、ここにケーブルを通していきます。で通したらこの太鼓ですね、太鼓をこういう形で奥にグッと押し込んじゃいます。これ一番奥まで入る状態が正しいです。これあの見えてるようだとこちらの、レバーを、押し足りてないっていうことなんで、しっかり奥まで何回も押した状態にしてからケーブルを入れるようにしてください。しっかりした状態だとこう見えなくなるところまで奥まで入っていきます。はい、こちらから出てきたケーブルを先ほどのショートノーズキャップ、こちらここに通していきます。はい、通りました。で、通ったら通ったらこの溝に合わせて差し込みます。で、こちらの透明のキャップを元に戻していきます。で、ここにはあのアウターケーブル、シフトケーブルのアウターケーブルが
はまる形になります。ちょっとそれもやってみましょう。ここにはこのシフトアウターケーブルがはまるような形になりますので、ケーブルを通していきます。そしてここにこうぴったりはまります。これでこちらも先ほどと同じようにここテープで仮止めすれば終わりです。はい、こういう形で、ブラケットを元に戻しました。これで左のレバーの装着は完了しました。ケーブルも通しました。あとはあのブレーキとかシフトの方の調整っていう形になりますね。右のレバーも左と同様のことをやりますんで、動画ではちょっとそこは割愛させていただきます。はい、見た目的にはこういう形になります。どうでしたでしょうか。今回の動画はここまでとなります。次回以降まだまだ工程ありますんで、そちらもぜひ見ていただきたいと思います。チャンネル登録お願いします。それではまた。